お疲れ様です。意外と売れてたね。ジャンクスタイルです。今日はまあ第3土曜日でトミカの日なんですけど、ホットウィールもね、発売されましたね。問題の麻生とね。私はそうですね、朝はトイザラスさんに行って、購入品見ながら行こうか。そっちの方がいいね。ホットウィールはこれですね。ワイスピのなんだ ?HW Decades of Fast。なんだろうな、あの日本語表記だと YSP テーマアソートみたいな感じになってましたね。なんですが、これが全5種あって、ね、途中で内容が変更されたっていうか、そのイリスのね変更があったんで、この 67L カミーノ、これね、箱1になっちゃったんですよね。なので、まあ、なんだろう、その入荷数に応じて、一つしか入ってないっていう、だから3ケース入ったらまあ3つしかないと、そのお店にはね。私が行ったトイザラスさんは2ケースしか入ってなかったんですけど、まあね、あの友人のご好意でこれ譲っていただきました。買う権利を譲っていただきました。っていうかね、まあ言ってたけど、これと一緒なんですよね。第2弾で出たやつ。去年のね、ヤマダ電機だったかな。と同じで外装がついてるだけなんですけど、多分ホイールちょっと違うね。黒くなってんな。私箱で予約もしてるんですけど、これね1個しか入ってないから抜けないじゃんと。目玉なんですよねこれ。あとまあほんと再販なんで、まあ言ってるけどね、ずっと動画で言ってるけど、これが目玉なのにね、これ一応ね、これパッケージを取ってるからさ、で壁に貼ってるからさ、ずっとテーマ走ともどうしようかなみたいな感じになったんですけど、まああの友人がね譲っていただく言ったんで、友人から譲っていただいたんで、どうにかなりましたね。一つ開けれますね。っていうかこれ、プロテクター入んないね。明らかに入らんな。どうしようかな。まあ、いいか。他のやつプロテクター入れてあるのに。まあ、てるさ、そういうとこも考えてくんない？ちょっと、でかいよな。エルカミーノ自体がでかいもんな。まあ、いいよ。とりあえず購入品、確認しましょう。あとはトミカの日なんで、もちろんトミカ買ってきましたよ。トヨタシエンタの初回特別仕様と通常ですね。あと、日立建機リジットダンプトラック EH3500AC の3。これ買った。これ重いっす。吸盤に劣らないぐらい重いんで期待ですね。というか、ブリスター越しにちらっと見えたけど、でかかったね。トミカプレミアムのトヨタクラウンポリスカ、こちらを買ってきましたよ。で、これでね、以上。ちょっとね、箱物高かったね。なんだ、トミカプレミアム、ね、スカイラインセットみたいな感じのやつが、2999円か。トミカのね、スポーツカーセレクションですかね。スポーツカーセットみたいなやつ。あれが2199円だったから、ちょっとお金ないなみたいな感じになって、とりあえずこれだけにしてたんですけど、これ3000いかなかったんです。久しぶりだね。トミカの日に3000いかないとかあるんだとか思って、しかも YSP っていうか、ホットウィールもね、テーマアソート出てんのに、店頭買い以上だったんですけど、あとね、200円ぐらい足りなかったんで、これ買ってきた。スピードして、こういう時に買うのいいよね。1969フォードマスタングボス。これね、値下げっていうか、セールかかるまで待ってたけど、全然セールならないからさ。なので、ちょっと、しびれを切らして買っちゃった。3個600円ぐらいなんないかな、早く。で、300円クーポン使えば、これがね、ほぼほぼタダで手に入るっていう感じなんで、まあ、いいかと思って、これ増やしましたね。っていうか、あれだ、3000買ったら300円のクーポン、アンケート答えるやつ。あれ3月いっぱいで終わりっすね。で、もう配布もしてないと思うんですけど、QR コード読み込んでももう表示されなくなってますね。1月の末で終わってるね。2月1日から、もうサイトの方にはつながらなくなってますんで、ほんと、ちょっとね、魅力がなくなっちゃったというか、まあ、私たちの地域だと、ホットウィール、サイドライン系が確実に入るのが、トイザラスさんぐらいしかないんで、行かざるを得ないんですけど、例えば今日、この YSP のアソートなかったり、まあ予約してるから、まあ箱買いで十分だと思ってたら、思ったらね、って判断したら、もうトイザラスさんに行く理由ないな、みたいなさ、感じになっちゃいますね。他のところでいいや、みたいなね。
で、他のところでいいやといえばですよ。山田電機さん、行ってきました。山田電機さんの方がちょっと箱物っていうかセット物、ギフト系、ギフトセット安いよなと思って、行ったらさ、これ、なんだっけな、名前が覚えてないんだよね。日産スカイライン3モデルズコレクションかな。そう。で、2464円なんです。トイザラスさん、ほら、さっき言ったように、2999円だったから、3000出すのきっちりなとか思ってたんで、500円以上か。530円違うからね。で、買っちゃいました。なんか、知人がね、先にヤマダ電機行ってたんで、残数を教えてくれてたんで、まだありそうだなと思って、ダッシュで行ったよ。そう。で、ついでにこれ、トイザラスさんだと2199円だったけど、これがいくら、1800数十円だったと思います。300円ぐらい安かった。300円以上かな。安かったんで、こちら買いました。で、もうトイザラスさん、これ高いとはいえ結構売れてて、ちょっとその話は後で、後でっていうか、話を流れ、組み立て考えてないからね。で、だから2つで、もうほんと、900円ぐらい違うのかな。でかいよね、でかいよね。ちょっと映ってないね。まあトイザラスさん品揃えいいんですけどね。私たちの地域だとトイザラスさんが一番ね、品揃えはいいけど、値引き率っていう点で言えばちょっと劣るかなっていうところはありますよね。だからまあそれぞれに安いっていうか、得て増えてみたいな感じで、安いものとか高いものというかね、値引き率があまり良くないものとかあるんでしょうけど、これと見かけはやっぱ山田電機さんが安いっすね。安い。で、これ売れてたね。トミカプレミアムの日産スカイライン3モデルズコレクション。トイザラスでは完売してたのかも。入り数も少なかったしね。4つぐらいかなしか入ってなかったんですけど、あとこっちの方は結構残ってたね。っていうか、かなり量が入ってたからね。で、山田電機でもこれもう売り切れたのかな、私たち買ったからね。確か売り切れてた。なんかいろんな話聞いたら、やっぱこっち売り切れてるパターンっていうのが多い。箱すれ多いな、これ。いつものパターン、いつものパターン。で、これに関して言えば、いろんな方からね、ご連絡、ご報告いただいてるんですけど、とりあえず売れてるね、かなり、どこでも、全国的に。スカイラインなんもんな。で、こっちは割と残ってるというか、どこも数がね、かなり入ってるので、残ってるような感じなんですけど、でも、売れた個数的に言えば結構売れてるみたいですよ。やっぱこれとこれ、今回、売れてるね。だから今週の目玉っていうか、売れたの、店頭で売れたのはやっぱ高校が売れてるんじゃないですかね。まああとエルカミーノだけど、エルカミーノはほらね、入荷が少ないからね。皆さんの地域はいかがでしたでしょうかっていうか、まあエルカミーノが売れたよね。あと多分次にこれが売れたかな、次にこれかな。あとまあ定番トミカが売れたかなって感じじゃないですかね。じゃあ購入品報告は以上なんですが、今日はどうしよっか。開けないっていうのもあれだしな。とりあえずさ、これリジットダンプトラック開けたいからさ、これから行っちゃう。定番トミカ行こっか。定番トミカとトミカプレミアム行きましょうか。私の視聴者さん的にはワイスピのアソート見たいと思うけど、なんせね、届いてないからね。なので今ヤマトさんまでは届いてるみたいなんですけどね。なんで明日やるかな。時間が余ればっていうか、そんなに時間かからなければ、このギフトセットも開けたいけど、多分無理だろうね。私のことだからペラ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 喋るからね。うん、じゃあ早く開けたかったんで、こちらから行きます。日立建機リジットダンプトラック EH3500AC の3。はい。こちら、重いっすよ。かなり重い。リニューアルしたんで、ちょっとちっちゃくなってね、再販するかなと思ったら、再販というかね、販売するかなと思ったら、こちらオレンジ角形。あれ？久々ね、久々にトミカニュース入ってんのかと思ったら違うね。なんだ、ゴーゴービーグルスの、あれだよ。はい。で、これ、でっか、重っ。はい、これ。EH3500H 担保なんかしてあってね、2台稼働省略されずによかったね。こんな、でっけ、かっけ、
構熱いっすね。いいっすね。もう鉄の塊っすからね。プラ部分なんてね、タイヤとシャーシ、シャーシもちっちゃいからね。これ投げたらね、危ないよ。危ないよ。やっぱ比較したくなるんですけど、うちにね、これ前の部分っていうのが、もう坊ちゃんが遊んだ自家製ジャンク品しかなかったんで、ボロボロのね、ものしかなかったんですけど、まあそれが本来の姿ですけどね。この間買ったよ、探したよ、どこも なくなってたけど、どこだ、言っていいのかな、言っていいよね。西松屋さんにあったね。結構あったんで、そうそう、前の分残ってた。結構いろんなお店行ったけど残ってなかったもんな、これ。でこれほとんど一緒やなこれこっちは前の分ね、薄い方が色が濃くなってないね。ほとんど同じ色だ。一緒だね。ちょっと荷台部分の形状変わってるね。顔もね、ね、一緒かな。塗装箇所っていうか、ここ彩色が入ったところが増えたかな。あ、思ったより一緒やんな。横は横、一緒やね。こっちの方がなんか軽い、荷台部分が軽いけど、個体差かな。こっちの方がカッチリしてるけど、でホイールも一緒やね。こっち色が入ってないんだ。あ、ここカバーがついた新しいやつ。ここカバーついた、うん、感じ。これ裏面はそれぞれ独自だね。102番と103番でなってますね。あ、思ったより一緒。ダブルタイヤね、ダブルタイヤ。そう、ね、思ったより一緒ですね。彩色が増えてるわ、今回。ぐらい。あと、担保が EH3500。AC の3。一緒やな。AC の2か、こっちは。2と3。一緒ですね。うん。ちょっと回収してあるかな。荷台のここ、ここの形状。なんだ、ここ。ここの形状が、こう、カクカクってなってるのと、ちょっとなってるかな、うん、ほとんど直線に近い状態と、あと担保が、最後の担保が変わりましたよ。あとホイールが黒になりましたよ、今回ね。こっちが今回の分ね、新しい方。あとは、彩色箇所が増えてるよ、白がね。うん、あ、でも増えたのいいね。リアル感が増すね。あとは一緒、思ったより一緒。そりゃ重いよな、これ重かったなと思って。んそう、重いんすよ。テントで持った時、重っと思ったけど、一緒。うん、同じ。あ、ここも違うわ、ごめん。ここモールド入ってる。だから荷台は多分全部新規ですね。これ、ここ。あと、でも、あ、そっか、ここカバーみたいなのもついてるし。ちょこっと金型回収って感じっすね。あとは一緒。あ、色も若干違った？前の分のが薄いかな。薄いかな、若干。今回のがオレンジが強い、オレンジ味が強いかな。あとは一緒ですね。ちょっとこれ、なんだろう、102番の方、廃盤になるのちょっと残念だったんですけど、結局こっちは復活したけど、なんで番号を続けない、ん？なんだ？102番のままね、いかないのかなと思ったら、そういうことだね。比較されたら嫌だったんだよ、多分一緒じゃんってね。あ、でもこれいい。でもね、全体的に今回の方が彩色っていうかね、色が入ってる箇所が増えてたり、こっち、あ、ここもね、ここも増えてたりするので、今回の方がいいっすね。で、こんなとこかっこいいしね、カクカクしてて、ぐらいっすね。思ったより同じやったね。で、今月の初回特別仕様がある方が、シエンタ、トヨタシエンタですね。これ、前評判良かったというか、結構売れてんなって感じだったんですけど、店頭だとそんなにかな。こっちが初回特別仕様。あ、またこれ入ってるわ。押してるんでしょうね。ビーグルス。はい。こっちから、無言で見ちゃった。スケールはね、60分の1。サスペンションのみですね。色はね、
グレー、あ、でもかっこいいね。あれ、タンポが綺麗。ヘッドライトのタンポいいっすね。あ、これ好き嫌い分かれるかな。なんかクリアパーツが良かったとか、銀色一色が良かったとか、言われる方もいらっしゃるかな。ちょっとね、私はいいと思うけど、なんだろう、小学生がガンダムマーカーで墨入れしたみたいになってる。あの、太い線になってるんで、ちょっと微妙かな。なんか開いて、開きそうなんだ。あ、でもここクリアパーツだ。なしか。なしか。え？なんで？なんで後ろだけクリアパーツにしたの？あ、違うか。塗り？いや、クリアパーツ。いや、クリアパーツかな。ですよね。あ、わからん。え、いや、クリアパーツ。タイヤちっちゃ、タイヤちっちゃ。こんなとこもあって、彩色あって、結構いいけど、地味っちゃ地味っすね。ボディカラーが地味だからかな。ちょっと厚塗り系ですね。こっちはどうだろう。通常カラーですね。今後これがね、店頭に並ぶことになるんですけど、こっちも地味ですね。地味やんな。軍用車っぽいね。こんなとことか、なんだ、黒を彩色入ってて、いいけど、ヘッドライトの表現一緒ですね。ここは塗りじゃなくて、シャーシですね。グリルって言ってるのかな。なんかあれだね、あの、マジョレットのカングーみたいな感じ。あ、昔のね。昔のカングーっぽい感じがするけど、まあでもそんなもんか。そんなもんか。うん。まあなんだろう。うん。あの、そうだね。まあこんなもんかなって感じですね。色が特に綺麗なわけでもないし、汚くはないけど、地味ですね。どっちか一色派手にした方がいいのかな。でも、イメージカラーなんでしょうね。ちょっと、地味かな。地味。トミカプレミアムが、10番のクラウンのパトカーですね。これいいよ。パトカー出るんだと思って。ほい。ああ。なるほど。ホイール出せ。いいね、いいね。っていうか、クラウン出して欲しかったかな。でも悪くないよね。特になんだろう、あの、あ、ここ塗られてるね、真ん中。赤色灯は塗られてるけど、特になんだろう、トミカっぽい感じ。なんだろう、はめ方、付け方が トミカだなーって感じのパターンですね。で、ホイールが、やっぱ、ダッサい感じ。深いけども、もうちょっとどうにかなんなかったかな。ガンダムマーカーでほんと塗ったみたいですね。さっきからガンダムマーカーを言ってるけど、ガンダムマーカーが悪いわけじゃないからね。ヘッドライトはクリアパーツ。この辺の造形いいっすね。ウィーンってなったのが。今日、あ、そうだ、今日ね、私がこう、これが私だとしたら、こう帰ってたんですよ、そう。あの、二車線あって、こっち側の車線行ったら、ここ、急に出てこられて、クラウンに、え、嘘やんとか思ったんです。ただ、めちゃくちゃゆっくり行ってて、飛ばしてるわけじゃなくて、全然私のこと見てなかったんでしょうね。しかも私の後ろ、誰もいなかったのに、グイーンって出てこられて、あ、これパトカーじゃないよ。クラウンにね。で、なんか、もう、ちょっと、遅いから、めちゃくちゃ遅いんだよね。で、もう私、避けて、こう、で、ちらっと、なんか、おじいちゃんかなと思ったらさ、私ぐらいの年齢の人が乗ってんだよね。多分、全然見てないんだろうね。しかも、ゆっくり行くんだったら、私を行かせて、ね、入ればいいのに。そういう人っているよね。あ、行けると思ったら行く人。で、すいません。あの、クラウンの悪口でした。で、クラウンか。クソと。金持てんなとか思いながらね。はい。まあ、警視庁の担保とかズレもないし、特に、ちょっと私の強引巻き込んでるな。まあ、想定の範囲内。うん。そう、想定の範囲内なんだよ。そう、そ
想像を超えるものでもないし、大きさはいい感じ。スケールは65分の1、でけえな。65分の1でこれか。じゃあ64分の1で揃えてよとはなるけどね。造形悪くないし、顔いいよね。全然顔いいよね。顔いいし、だけど、なんかね、想像を超えるような、こう、感動があるわけでもなく、想定の範囲内ですね、本当。悪くない、悪くないけど、トミカとこうね、並べて遊びたいかな。そうだよね、悪くない、本当に悪くないけど、言うこともないっていうね、特に悪いところもないけど、ここがすげえってところも、クリアパーツふんだんに使われてるぐらいかな。塗りも細かいし、塗りっていうかね、担保も細かいし、いいけど、困るね。こういうのが一番困るんだよ。じゃあ今回は第3の曜日、トミカの日に買ってきた購入品の紹介と、まあ、トミカ、定番トミカと、トミカプレミアムか、を開封してたんですが、いかがだったでしょうか。ギフトセット系はちょっと時間が、かかりすぎそうなので、今回はね、これにしとき、あ、これはちょっと新製品じゃないから、避けてた方がいいのか。ごめんごめん。まあ、こんな感じか。でね、今月ね、ちょっとトミカファンには申し訳ないし、まあでもトミカファンの方って割となんだろう、出るもの出るものいいないいなって言われる方が多いし、トミカのことをけなすとめっちゃ低評価する方もいらっしゃるんですけど、今月弱いね、やっぱ弱い。リジットダンプトラックも思ったほどの変化ないし、微妙にね、比べてやっとわかるレベル。私はね、シエンタも地味やし、悪くないけど、トミカプレミアムのトヨタクラウンのパトカーも悪くないけど、でってね、なりますね。いくらだっけ ?900 円ぐらいすんのかなこれ。出して買うんだったらな、とはなっちゃいますね。どうしてもね、どうしてもね。買うなとは言わないけど、まあそんなもんだよ、みたいな感じにはなりますよね、どれも。今日トミカの日なのに、朝から並んでる人数が少なかったもんな、トミカ勢っていうかね。なかなかね、今月は厳しいかな。だからそっか、これらをスルーしてギフトセットと、なんだ、トミカプレミアムの3モデルズコレクションを買ったっていう人も多かったのかな、もしかして。そうだね、ずっと買い続けてる人は買わざるを得ないでしょうけど、今月、まあスルーしてもいいかもね。こんなこと言うとあれだけど。支援とかね、思ったより地味なんですよね。もうちょっとな、色かな、色もベタ塗りだしな。まあ、ぶつくさ言ってら、ですね。はい。明日はホットウィールのワイスピのアソートの方、開封ね、できるんじゃないかなと思いますんで、よかったらね、チャンネル登録してお待ちください。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。